卵菌は、不透毛類に属する原生生物の一つ。菌煙の酒毛ツボカビ類とともに、菌類様の外見を持つものが多い。化石記録としては、石炭機の地層から日陰のカズラ類の内部寄生者、コンブレスミセス属の化石が発見されているほか、白亜紀の琥珀からも卵菌類と考えられる構造が見つかっている。かつては、ツボカビ類、接合菌類などともに、 弁網菌類あるいは母菌類と呼ばれた。これは菌類が退化した藻類であるとする菌類の藻類起源説に立ち藻類に近いものとしてこれらの類が考えられたことに由来する。特に卵菌類と黄緑藻類の不死なし緑の類似が指摘されたこともある。その後細胞壁や弁網の構造が明らかに異なることから 菌類が独立の境とみなされるようになり、総類起源説は力を失った。しかし現在でも、植物病理学など、応用分野で便宜的にも菌や弁毛菌と呼ばれることがある。先にも述べたように、この類はかつては菌類とみなされていたが、現在は別系統と考えられている。弁毛の構造を問うから、 滑走や軽走などの不統毛草類などと共通の系統に属するものとみなされ、ストラメノパイルなどの群に属させる。この群にはいくつかの藻類の他に、菌類とみなされたこともあるサカ毛カビ類やラビリンチュラ、類も含まれている。しかし、それらと卵菌類の系統関係については明らかではない。特にサカ毛カビ類はよく似た部分が多いが、禁煙であるとの判断は、 必ずしも出されていない。いずれにせよ、藻類に禁煙であるからといって、これらの菌類的生物が藻類に由来したものとは考えられていない。卵菌と逆毛カ,カビはいずれも菌類的生物でありながら、菌類とは系統を意にする。この二者は、系統的には近いものとの判断から、これを一つにまとめる考えもある。この場合、 二つをまとめる名称として、二毛菌という名称を使う。朝飲みから育った水カビ類のコロニーほとんどは、アッコリア SP 栄養体は、核壁のない単核あるいは、多核体の養状体で、多くの場合、菌類の菌死体によく似た形態に、修練進化を起こしている。特に核壁を書いている点は、菌類の中でもツボカビ類や、接合菌と類似している。 他の卵菌に寄生する袋カビもどきなどの養状態は単純な袋状で菌糸状の形は取らない。養状態は動植物遺体状で有機物を分解したり他の生物に寄生して生活する。細胞壁の主成分はセルロースで菌類と異なる。有層細胞は同じ不透毛類の滑走などと同様でマスチゴネゲマを持つ羽型弁毛と 無知型弁毛をセットで持つ。養状体は、服装で無償生殖に際しては禁止様の養状体の先端に胞子脳を形成し、この内部の原型質が分割されて多数の有送子を生じ、これが泳ぎ出て宿主に到達する。養状体に形成された一時型有送子は、クロミスタ界の中でも真眼転送類の 有層細胞と同様に2本の弁毛を細胞の前端に持つが、一次型有層子がシスト化してから脱皮して生じる二次型有層子は、滑走などと同様に空豆型の細胞の側面から、前方に羽型弁毛が、後方にムチ型弁毛が伸びる。ワタかビ族の一種の卵胞子有性生殖は、配偶子が独立せず、配偶子脳の状態で接合する。 配偶子脳接合という形をとる。まず養状体に多角の造成器と生卵器が互いに接して形成され、それぞれの内部で減数分裂が行われる。造成器から生卵器に受精管が伸び、単層の配偶子核が移送されると、生卵器内に受精によって生じた鉱壁の卵胞子が1から40個形成される。この卵胞子を形成する。 有性生,生殖により卵菌と呼ばれる。卵胞子が休眠後発芽すると、有層子脳が突出し、そこから多数の有層子が放出される。袋カビもどき目、編集、袋カビもどき類は構想、または卵菌類の寄生者で、袋状の単細胞用状態が養状態の原形質内部に浸って、寄生生活を送る。養殖の利に被害を与える種が知られている。 和名学名ともに、ツボカビ類に属するフクロカビに、全、未成の菌体がよく似た姿をとることによる。最も簡単に観察できる卵菌は、水カビ類である。もしも、金魚を飼っていれば、水底に沈んだ餌の残りや、生まれた卵が、武将卵や、発生異常などで死んだ時などに、その表面に、綿毛のようなものが密生するのを見る機会があるであろう。実験的には、 淡水中に、スルメのかけらやアサの種子を茹でたものを入れることで、たやすく観察できる。ただし、死んだものにつくものでも、時には弱った魚など生きている生物を攻撃して、寄生する場合があり、養殖などに被害を与えることもある。水かび類の有送指導形成に際して気質から、水中に立ち上がる菌糸は、気部の直径がしばしば10マイクロメートル以上と非常に、 太く、肉眼でその本数が数えられるほどで、長さも1センチメートル程度には、軽く達する。禁止先端が区切られて、郵送指能となり、先端に開いた穴から郵送紙が泳ぎ出す。郵送指能内の郵送指の輪郭がはっきりしてから、泳ぎ出すのに数十分程度なので、顕微強化で泳ぎ出すのを観察するのは簡単である。アフノミセス属には、水生種だけではなく、 陸上植物寄生種が記録されている。つゆカビ目の多くは、陸上植物の地上部に寄生する絶対寄生菌で、植物に上と病を引き起こすつゆカビか、白サビ病を引き起こす白サビ菌かなどが知られる。つゆカビ類は、接合菌門の毛カビ類に見られるような、宿主から立ち上がった、胞子脳柄の先端に、胞子脳を形成する。この胞子脳自体が、 カビの胞子のように飛散して宿主に到達する。この胞子脳は水カビの郵送子脳と相同であり、宿主に到達し、そこに水があると郵送子を放出する。梅雨カビ目には二次型郵送子しか見られない。郵送子を放出せず、直接用状態が発芽するものもあり、いずれにせよ宿主の組織内に侵入し、宿主の細胞内に吸気が差し込まれ、寄生が成立する。 腐敗カビ科にも水生種に加えて、陸上植物寄生種が数多く知られ、19世紀に、ジャガイモに壊滅的な被害を与えて、アイルランドに大飢饉をもたらした薬病の病原体も、卵菌の腐敗カビ科に属する疫病菌である。腐敗カビ科では他に腐敗カビ、ファイトピシアム、スックリロフザーに、陸上植物に寄生する種がある。ありがとうございます。